はい、こんにちは。栃木の竹下農場です。明日東京へね、米の配達行きますんで、お土産用の野菜を収穫してます。で、今日は午前中はね、ちょっとネットオークションのアンプの引き取りでね、午前中、茨城県行ってきました。で、午後からのスタートになります。ちょっと忙しいんですけどね、これから野菜を取って米を7袋精米して、明日東京の足立区へね、持っていきます。で、今ね、唐辛子を取ってます。これはね、嫁のリクエストです。嫁の妹の家にね、置いていきます。今日もね、暖かくていい天気ですね。で、唐辛子の方はね、もう、そろそろ終盤ですね、終わりですね。ただめったに取らないんでね、数は多いです。宇都宮の姉かね、嫁のところぐらいしかないんで、持って行く先がないんで、ほとんどもう嫁専用という形になっております。まあ、日本人はこんなに唐辛子使わないよね。どういうふうに使うのかよくわかんないんですけど、ゴミ袋でね、1個持ってきます。ゴミ袋だからね、45リッター入るね、結構な量になります。ただ今回はね、もう収穫が終わりなんで、ゴミ袋で1個はないですが、まあそこそこの量はあると思います。採石ですとね、3時間ぐらいかかりますからね、収穫がね、やんなっちゃうよね。だから午前中ちょこっとやって、また午後やるというような感じだよね。集中力続かないです。まあ最近というかね、今はね、そんなに収量ないんで、まあ1回でやってますけど、採石はもう1回ではちょっと積み切れないくらいの量が出ます。で、これもね、ほとんど枝の手入れもしてないんでね、これちゃんと枝手入れすれば、もうちょっと取れると思うんだよね。まあ、嫁がもうちょっと頻繁にね、取りに来てくれればいいんですけど、なかなか、まあほとんど私が取ってますんでね。まあ、嫁は指示を出すだけと。作業をやるのは私と。なんか竹志農場の力関係が分かりますね、これでね。参っちゃうよね。よいしょ。まあでも、この今ピンクのカゴで1個ぐらいは取れますんでね、十分だと思います。あと2、3回取れるかな。まあ最後はね、綺麗に取って多分終わりになると思うんですけど、まあ花も咲いてますしね、大きくもなってるんで、まあもうちょっと取れるのかなと思ってますけどね。まあ、で結構ラフに扱うと枝がね、折れるんでね、それで剪定を兼ねてます。まあ、本当はね、どこを残して、どこを取るっていうのがあるんですけど、まあ、竹下農場の場合はあんまり考えてやっていません。よいしょ。まあ、そこそこ取れればいいんでね、まあ、急になんかですと、まあ、少しでもね、まあ、うちも食べるんで、ちょっと気合い入れて管理するんですが、唐辛子はね、もう竹下農場の家はほとんど食べませんので、まあ、姉が食べるのと、ほぼ 90% ぐらいは嫁が食べてますんでね、まあ、それほど気合いは入らないよね。まあ一生懸命作ってる振りはしてるんですけどね。振りはしてるんだけど、振りだけで。そうそう、真面目にはやってないと。
まあ、嫁がね、YouTube の動画見てるとは思えないんでね、平気で本音を言っちゃいます。よいしょ。どっこいしょ。もうちょいかな。よいしょ。よいしょ。でこの赤くなってるやつってのは なんかもう乾燥しちゃっててあまり重くないよね、取った感じこんなんで大丈夫かななんてね思うんですけどね、なんかこの緑色の方が中身は詰まってるような感じするんですけどね、まあ、赤くなってるやつも取ってます。こんな感じでいいかな。見るとあるんだよね。後ろを振り向くと結構残ってるんですけどね。これやってると前進まなくなるんでね。ここに後ろは振り向かないようにしてます。まあ無駄にはしてるよね。これだけあるんで、まあ5、60本はあると思うんでね。まあちょっと自家用にしては多すぎる量です。はい、じゃあ終了ですね。はい、こんな感じです。で、今取った、これね、カゴで1個です。はい、これで、生姜のね、あ、生姜じゃないや、唐辛子か。作物名が出てこない。唐辛子の収穫終了になります。